皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。パリ五輪開会式、2024年7月26日セーヌ川。パリ五輪の開会式が26日、日本時間27日二セーヌ川で始まり、歌手のレディー・ガガ、38が登場。会場を盛り上げた、五輪開会式への出演は初めて。 ガガはキャバレーをテーマにした黒を基調としたドレスで登場。ジジジャンメールの代表曲の歌唱だけでなくピアノの演奏も披露。バックダンサーと共に圧巻のパフォーマンスを見せた。出演後、ガガは自身の X、旧 Twitter、で開会式に参加したことを報告。五輪の開会式でフランスの歌を歌うことを依頼されたことを光栄に思うとし、 私はフランス人アーティストではありませんが、フランスの人々やフランス音楽を歌うことに常に特別なつながりを感じてきました。フランスの人の心を温め、フランスの芸術と音楽を称え、このような記念すべき機会に地球上で最も魅惑的な都市の一つであるパリを皆に思い起こさせるようなパフォーマンスをしたかったと綴った。また、ポンポンはフランスのキャバレー劇場、ビド・ か,らかりたた。とし、衣装はディオールの特注品と明かしたダンスもフランスの古典に現代風にアレンジした振り付けを学び多くの練習をして本番に臨んだとも明かしている最後に皆さんも私と同じくらいこのパフォーマンスを気に入ってくれると嬉しいですそしてフランスの皆さん私を迎え入れてくれて本当に感謝します一生忘れられない贈り物です 今年の五輪に出場するすべてのアスリートの皆さん、おめでとうございます。皆さんのために歌い、応援できることは、この上ない栄誉です。五輪を見るといつも泣いてしまいます。皆さんの才能は想像を絶します。さあ、競技を始めましょう。と結んだ、どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。